これは去年8月に放送したニュース映像です。西鉄の路線バスが扉を開けたまま福岡市内の公道を走行しています。当時この映像を確認した西鉄側は、今後このようなことが発生しないよう再発防止に取り組んでまいりますとコメントしていました。ところが昨日、西鉄からのお知らせ。当社路線バス乗車口扉を開けた状態で運行した事案の発生について、西鉄によりますと、昨日午前8時過ぎ、乗客およそ10人を乗せた路線バスが福岡市博多区のバス停川端町博多座前から車体後方の扉を開けたまま赤信号で止まるまでおよそ80メートル走行したということです。信号が青に変わり、バスを動かそうとした運転手がアクセルを踏んだ際、安全装置が起動し動かなかったことでようやく異変に気づいたということです。扉を開けたまま走行した時間はおよそ50秒間。乗客に怪我はありませんでした。原因について西鉄は、乗車口の扉が閉まったことの確認が不十分だったとしています。しかし同様のミスは今月相次いでいます。西鉄では今月に入り、他にも2件バスの扉を開いたまま走行させるミスが発生しており、再発防止策を発表しています。西鉄によりますと、今月9日福岡市中央区で乗客およそ15人を乗せた路線バスが扉を開けたままおよそ290メートル走行する事案が発生。さらに今月16日にも中川市で2人の客を乗せたバスが扉を閉めないままおよそ230メートル走行したということです。いずれも運転手の確認が不十分だったとして、全乗務員に対する事案の情報共有など再発防止策を発表していました。しかし今月だけで3回も起きてしまった危険な走行、西鉄はドアが開いたまま走行しようとした場合、警報ブザーが鳴るように車両を改良するなど再発防止を徹底するとしています。